マリーンズの先発深木、その立ち上がり、まず1番の T 岡田、三球三振。2番の DH ロドリゲス、フォークボールで三振。2者連続三振のスタート。そして吉田正尚、ファースト井上ファインプレー。これはピッチャーを助けます。バファローズの先発はアルバースでした。角中デッドボールで出て今日スタメン起用、清田今シーズン初打席で鮮やかな先制ツーランホームラン。続く4番のレアード、レアードも甘く入った速球を捉えます。打球はレフトスタンド中段まで行きました。3対0とマリーンズが先行します。マリーンズ先発の二木が快調なピッチングを見せます。矢部田さん、はい、本当に制球の良さが際立ってましたね。まあ、ほぼキャッチャーの構えた動き投げ切ってたかなって感じがしますね。はい、4回までパーフェクトピッチング、5回この回先頭アダム・ジョーンズの初球でした。ジョーンズの来日第1号ホームラン、センターの右へ持っていきましたジョーンズ。このソロホームランで3対1になります。まあ、この打たれた後もね、しっかり気持ちを切り替えてその後しっかりと抑えましたからね。そうでしたね。さあ、そして6回です。ランナーをためて吉田正尚、ツーアウト三塁一塁からこのバッティング、ライトの前、タイムリーヒットになります。ここでピッチャーが深木からマリーンズは東条にスイッチ。ジョーンズフォアボール、ツーアウト満塁となってチャンスに強い中川。うまいバッティングでしたね。まあ本当にね、素晴らしいバットコントロールですよね。かなり体勢を崩されてたんですけどもね。中川の逆転2点タイムリー、4対3とバファローズがひっくり返します。しかしその裏、マリーンズツーアウトランナーなし、リズムよく投げていたアルバースに対して中村翔吾、甘く入ったチェンジアップを一振り、レフトスタンドへ同点のホームラン。4対4の同点となります。7回の裏です。バファローズは山田、この山田が素晴らしいピッチング、田村、藤岡、そして荻野と3人でしっかりと抑えます。4対4同点で8回、マウンド上にはマリーンズジャクソン。先頭バッター吉田正尚が右中間を破ります。ノーアウト2塁。この吉田正尚に西村監督はダイソーを送ります。小田を送ってワンアウト3塁、中川ピンチランナー、小田が突っ込む、セーフ。ダイソー打の素晴らしいランニングでした。これでバファローズが勝ち越します。バファローズは8回の裏、セットアップマンの海田、ツーアウトランナーなしからレアードの打球、行ったかという当たりでしたがレフト佐野がキャッチ。見事な守備です。バファローズ1点リードのまま9回、マウンド上はクローザーのディクソン。ワンアウト3塁で井上、打球は3塁線を抜けていきました。同点のタイムリーヒット。9回の裏マリーンズが追いつきます。なおもこの後ワイルドピッチなどがあってピンチランナーの和田が3塁。8番田村フォアボール、藤岡申告敬遠、満塁で荻野押し出しのデッドボール。
千葉ロッテマリーンズホーム開幕戦サヨナラ勝ちということになりました。